はい、皆様こんばんは。4月6日月曜日、232回しゃべくりまっしろの時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、朝から少し、寒い朝でしたですね。しかし東城の杏ですね、今満開だということで、結構お客さんも見えましてですね、大変だということですね。まあ桜の方もですね、もうちょっと遅く咲くかなと思ったんですが、なんか咲き始めて、満開のところもあるみたいですのでね、まあ、真っ白に来て楽しんでいただければなというふうに思います。今日のゲストをご紹介いたします。真っ白町にあります NPO 法人夢空間、真っ白の町と心を育てる会の理事長であります加山敦美さんです。よろしくお願いします。はい、こんばんは、加山です。よろしくお願いします。隣がですね、今回市から指定管理をされまして、そこの責任者、金箱邸の責任者であります、西村智子さんです。よろしくお願いします。西村です、よろしくお願いします。それではですね、これから、そうですね、 NPO 法人夢空間の活動ですね、現在の活動をちょっと説明していただけますですかね。はい、よろしくお願いします。はい、それではこちらの方のですね、表を見ていただきますと、真っ白は非常に多くの歴史的な文化遺産がございまして、はい、あまりにもたくさんありすぎるんでですね、どこから手をつけていこうかということがわからない部分もあるんですけども、平成13年に長野市がですね、はい、真っ白全体を信州真っ白丸ごと博物館にしちゃおうということで、中心市街地を活性化しようという構想を、基本構想を作りました。はい、でそこでですね、参加した人たちで、はい、みんなでじゃあ、市民参加型でこの実現を図っていこうということでできたのが NPO 夢空間で、一応100名くらいのメンバーで集まりました。はいはい、でその中でまず一つはですね、武家屋敷の中にあるお庭をですね、はい、まず発見してですね、素晴らしいなと。そしてまたお寺もたくさんあるよということで、33か寺、はい、そしてその中に町屋もありました。はい、でこれもまだまだたくさん町屋が残ってるぞということが分かってまいりました。はい、あとは周辺部の里山ゾーンということなんですけど、はい、今回は特にこの町屋というところに ね、はい、注目を集めたいと思いますね。はい、会員は現在何人いらっしゃる？現在180名くらいになってますね。これでもって、はい、発足から何年？今年で15年目ということで。15年目ですね。はい、はい、分かりました。じゃあその最初のですね、これは、まあ、これはね。そうですね。寺町商家の。その中の町屋という中でですね、はい、5箇所これ保存したいなっていう町屋があったんですね。はい、で山空造山亭とか大草亭とか金箱亭とか山岸亭とか前島家、その中に金箱亭というのがありまして、はい、こちらの建物ですね、ええ、まあ、かなり昭和40年くらいに住まれてたんですけども、その後東京に行かれてしまって空き家になってたと、ええ、これはまた素晴らしいもんじゃないかということで、みんなでですね、実際中 見させてもらって、見学したりとか、どんな活用ができるかなという取り組みをやりました、ね。うん、なるほどね。はい、まあ、これもちょっと新聞か、利用してるんですけども、これちょっと説明していただけますか。はい、そうですね、これは平成の17年ということで、はい、こちらの建物が、まあ、横浜に住まわれてる金箱さんなんですけども、はい、まあ、売却するなりですね、壊してしまうというような話がありましたんで、はいはい、なんとかこれをですね、保存してもらってですね、活用できないかということで、研究会を立ち上げてですね、はい、そしてみんなで中も見学しながら行政へ保存のお願いを上がったというような状況ですね。はい、これ見るとあれですね、痛み進行だけども緊急処置。そうですね、これが平成17年から19年くらいにかけてなんですけども、はい、まあ、地元のですね、真っ白地区からですね、はい、地元住民挙げてですね、はい、保存のお願いということで陳情がなされまして、はい、結果的には長野市が保存しようということになったんですね。うんうん、じゃあ購入していただいた、はい、ということですね。はい、さてそれからですね、こういう保存をどうするかっていうのは、ね、その中でですね、長野市の方も、まあ、教育委員会文化財課を中心にして、はい、ここをですね、ね、住民参加でもって何回もワークショップをやってですね、どんなふうに活用しようかということが、まあ、2年くらいにわたって、取り組まれました。なるほど、はい、はい、でこういった形ですね。こういう形ですね。はい、はい、じゃあそれからそれがいよいよ、まあ、2年くらい経ちましてね、うん、この4月の4日、はい、オープンと、はい、いう形になったのが、まあ、寺町商家という形でもって、はい、これがそうですね、これは市のですね、はい、指定有形文化財ということでもって、はい、オープンにこぎつけました。なるほど、ね、はい、はい、まあ、この中身見てもらうと結構
あれですね、そうですね、素晴らしいなと思うのは、うん、この土蔵のこの梁ですね、はい、どういったのかですね、はい、それからこの門のですね、はい、この瓦の素晴らしさとかですね、うん、はい、まあ、お庭もまた中すごい素敵ですし ね、 ね、こういったあの建物がですね、はい、1,2,3,4,5,6 棟ですかね、うん、残ってると、うん、お庭も真ん中に素晴らしい空間としてあるということでね、うんうん、こんな形で素晴らしく整備されました、うん、はい、なるほど ね、 ね、はい、まあ、その中で、4日の日に、はい、一応これもね公開記念式典ということで、はい、式典が長野市ですよ ね、 市の方で、市の方でやっていただいたセレモニーを行ったそうです、ね、ということですね、はい、まあ、一応こういう形でご挨拶されました、はい、そうですね、はい、はい、まあ、大勢の皆さんに来ていただいて、ね、はい、まあ、こういう形で、はい、できましたですね、はい、まあ、あとですね、教育長さんが来ていただいたり、はい、あとこういったね、木遣りの皆さんで先導していただいたりという形ですね、はい、あとはまあこれ手塚さんも来ていただいて、はい、住民自治協の、はい、会長代理さんも来ていただいてという形ですね、はい、いよいよこうテープカットということで、はい、テープカットした上で、はい、開門という形になりますね、はいはい、まあ、ここでもって少し花を添えていただいてですね、そうですね、はい、16名の方が、ね、そうですね、来ていただきました、はいはい、まあ、その後開門という形 で、 いうことですね、はい、皆さん入っていただいたという形ですね。開門と同時にこういったですね、おもてなしのいろんなですね取り組みが行われたということなんですけど、はいはいはい、もう今回寺松商家の中でこういう家具もっていう形ですね。そうですね、こちらの北の蔵ですかね、はい、中には伊那の方で木工場をされている手作りの家具、はいはい、を展示また販売するといった取り組みも行っております。はい、はいはい、分かりました。じゃあちょっと西村さんのちょっとお聞きします。はい、今これちょっと向こう見ていただければ、はい、あれですけども、これはまあ喫茶っていうかね、コーヒーかなんか入れてるんかね、はい、はい、今回の取り組みってどういうあれですか。あの今回の取り組みとしましては、うん、まあ、せっかく素敵なお庭にしていただいて、うん、やっぱりあのお庭も楽しめて空間も楽しんでいただく、そして今回こちら文化財では、うん、商売もできるということもありまして、うん、私たちの方では喫茶の方を今やらせていただいてます、うんうん、簡単に言いますとお菓子の方は、町の町内のお菓子でもてなしつつ、うん、コーヒー、紅茶、ジュース、そういうものを出させていただきまして、うん、今今週中金曜日までは一応ジュースの方すべて200円とさせていただいてます、うんうん、はい、そういうことであの今まで、まあ、こちら東側なかなか休みどころがないというふうにおっしゃられていたんですが、そういうところで、はい、一休みしてもう一歩行けるというふうに皆さんちょっと動く幅が広くなったのかなっていうところが感じられます、うんうんうん、まあ、これも夢空間もね、西側だけじゃなくて東側の方にもとお客さんを取り込むっていうそういうあれもあったですもんね。そうですね、やはり、うん、あのお城から地下壕に向かってのお客さんの流れというものを何とかして、うん、やっぱり東側の方にですね引っ張ってこようということで、はい、この町歩きセンターはですね、この町のテレビ局を放映している、はい、の町歩きセンターも5年ほど前から開設したという、はい、その狙いもそうですね。そうですね、はいはい、で今回は、こういった食べ物も文化財の中で OK よっていう形で、ね、そうですね、はい、食べてもいただけますし販売もしていただけます、うん、あと作れる台所もついてますので、はい、あの自分たちでセミナーを開いていただくこともできますし、うん、ワンデーシェフといって自分たちの日替わりランチを、お客さんたちにもてなすということもできます、うん、できますね、はい、はい、まあ、これがうまくね、お酒はちょっとダメだったかな。そうなんですよ、残念ですよ ね、 ね、皆さんお酒だけはもう欠かさず飲まれるのに、 そ、 それがちょっと残念なところです、ね、月見もやればいいねってね。そうなんですよね、ちょっと残念だけどね、はい、それは次の課題で、はい、これもね、この間のあれイベントの、はい、ちょっと説明していただいて、今回あの一般公開のイベントはすべて町の若者会議の有志による、うんうん、あの皆様それぞれの個性を生かしたものをやっていただいてます、はいはい、これはあの語り部をやっていただいたシーンのワンシーンですね、うん、踊り子と太鼓とバイオリン、うんうん、異色の3つの組み合わせなんですけど見事にマッチしていて、最後はなんかみんなで踊るというシーンが出てたんで、うん、あのすごい昇華らしい、うん、その華やかな感じが出て、うんうん、ものすごい良かったなというふうに思ってます。うん、あのこれをきっかけに、まあ、町の若者会議の方でも、うん、あの自分たちの個性を生かしたイベントをそれぞれやっていくということで、うん、今南の蔵で間もなく、うん、
松代に図書館をということで本棚プロジェクトなどもまた始まっていきますので、そちらも随時報告させていただきたいと思います。まあ、あれですね、まあ、ホームページもできていることですし、それも見ていただいたりとか、あとはやっぱり実際来ていただいて、あの西村さんとお話ししていただくといいね。そうですね、あの私もぜひいろんな人とお話ししたいですし、あのせっかくなので本当あそこでチャレンジする場っていうものにしていただけたら一番いいかなと思います。はい、そういったところでこういうのを、ね、利用をしたい方大募集という形ですけども、作品展示販売をしたい、ね、郷土料理を観光客に食べてもらいたい、ね、子どもと参加できるランチ付きママ会をやりたいとかね、そういう人も OK よっていう形ね。そうですね、うん、1日借りてもあのキッチンとスペースで1300円と考えますと、まあ、ちょっと子連れでファミレス行くと、まあ、10人で行けば130円で済みますので、かなりお得かなというふうに思います。なるほどね、まあ、だから、あれだね、ご相談いただいて、そうですね、どうするかっていうのね、はい、まずやってみた方がいいね。ご連絡いただいてからですね、はい、分かりました。であとはですね、今回こういう形で、まあ、夢空間の方で、まあ、祝賀会という形でやりましたですね。まあ、加山さん一応ご挨拶して、やって、まあ、今回もこれあのワンデーシェフの人たちに一応やっていただいたということなんで、まあ、皆さんで、拍手して大喝采という形でね、まあ、真っ白の食材を使ったあのなんて野菜を使ったか、それを持って食べていただいたっていう形で、まあ、結構あの皆さんで評判良かったかなと思います、ね、そうですね。これあのやはりこの寺町商館がオープンにあたってですね、ワンデーシェフというような取り組みをやろうということで長野市さんの方でも言っていただいたので、2年くらい前からですね、主婦の皆さん方が自主的に集まって、そういうワンデーシェフのですね、練習をしてきたというのの、まあ、成果がですねだいぶ出てきまして、まあ、今回特にあの長野市の方からですね、教育長さんも含めてですね、それぞれの部長さんが4名も来ていただいてですね、建設に携わった方々もですね、だいぶあの社長さんも来ていただいたりとかしながら、40名近くの方々がこの祝賀会に集っていただいて、美味しくお料理いただきましたですね。まあ、これで、まあね、拍手喝采っていう形で労をねぎらったみたいな感じですからね。そうですね、はいはい、あとはあれですね、西村さん、あの、向こうの寺町商家でやった時に、どうするんかね、これからまあ一応ワンデーシェフやらなきゃいけないんだけど、まあこれから予約みたいなこともあれだね、募集をかけて、じゃあ確定をしてそこでもって募集かけるみたいな形ですよね。あのやっぱりワンデーシェフの皆さん、いろいろと会社をやりながらの方々が多いですので、まあ、まず登録をしていただいて、そこから何を作るかっていうのを決めて、それを私たちでホームページでアップして、気に入った方にご予約いただいて、また、それで店員の次第締め切りというような形にさせていただくようになります。なるほどね。はい、あとだけど、あの七倉屋なんかでも、いろんなイベントで、まあ、ちょっとお金はかかるけども、販売もできるっていう形ですよね。そうですね。それもやっぱり予約だね。はい、石倉の方の予約は1年前からできますので、あのぜひ講演会、会議、ライブイベントなど、さまざまなものに使っていただければと思います。まあ、あれだね、実際来ていただいて中身見ていただいてどうするかって考えてもらうのが一番いいけど ね。あれはもうまず見ないとわからないっていうところがありますね。そうだね、はい、でも加山さんあれですね、あの、武家屋敷とちょっと違ったイメージって言って、今回も私も行ってみたけども、ちょっといいですね、イメージ的に。そうですね、やはりこう馴染んでですね、少し使いこなせば、ものすごくあの身近な存在になってくるかなっていう感じで、まあいろんなアイデアでもって使えるんじゃないかなと思いますよね。そうですね、まあ、これからあの夢空間としてもそうでしょうけども、寺町商家はどんなような本に持っていきたいですか、加山さんとしては。そうですね、あの先ほど西村さんもおっしゃってましたけども、まあ、若い人たちがですね、自分たちの持てる力を大いにこう発揮できるような、そんな場でもあってほしいし、またあの世代を超えてですね、それこそ小さなお子さんを持ってらっしゃるお母さん方とかお父さん方、そしてまたご年配の方々にもですね、まあ、いろんな形で、集っていただいて、観光客と交流していただいたり、自分たちで楽しんでいただいたりとかですね、まあ、あのコミュニケーションの場に広がっていけばいいかなというふうに思いますよね。了解です、はい、西村さんどうですか。そうですね、やっぱりあの一番は今まで
若い人たち、何か試すにも場所がなかったり、チャレンジ一歩踏みとどまってた人にぜひチャレンジしていただきたいと思いますし、はい、お母さんたち、ちょっと手が空いて何かやりたいっていう方々にぜひチャレンジしていただいて、はい、まあ、小銭稼ぎじゃないですけど、そういうのをやっていただいて、稼げるの稼いでいただいて、なんか自分の楽しみをもっと見つけてもらって、そういうつながりができていくと、また町内がワイワイしてくるかなと思いまして、まあ、コミュニケーションの広場みたいな、あれ感じでやっていければいいですね。はい、わかりました。まあ、努力してね、頑張っていただければいいかなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。よろしくお願いします。いや、皆さん、はい、ご苦労さまでした。ご苦労さまでした。どうも。いや、寺場商家、楽しみですね、うん、いろんなイベントあるんだって。だけど酒飲めないんだって。そう、いや、私もね、聞いてね、あ、それちょっと残念と思った、うんうん、だからね、外で飲んで、頑張って入ってくればいいですよ。はい、それでいいんですか。いいですよ、宮塚さん、大丈夫ですよ。わかりました、うん、そんなことで先生ね、はい、利用させていただきます。あ、そうですね、はい、はい、ということで、はい、はい、予告放送じゃない、ね、違う、お知らせお知らせね、はい、ですね、はい、これ4月の11日、はい、ね、松代七福神巡り第2回目です。はい、これもね、ちょっと前回はね、250人ちょっと来られちゃって、はい、ちょっと大変だったんだけどね、はい、今回も一応、朱印帳というかね、それも全部用意して、はい、お待ちしてますんでね、ぜひね、参加していただきたいなと思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。と続いてですね、はい、こっちにちょっと顔を写してもらうと面白いな、はい、うん、両院組合でね、はい、真っ白の両院組合、こういう感じですね。はい、あ、見てますね、はい、見てますね、こういう感じですね。はい、はい、こういうね、真っ白の、真っ白味のおもてなしっていう形でね、5冊ほど作りました。お、素晴らしい冊子、はい、今回ね、こういうの作るの初めて、うん、でこういういろんなね、乗員組合のこちらに行って、うん、まあね、こういういろんなとこで、何件ありましたっけ？39件ある、うん、39あるって、うん、でその中でこれ町歩きセンターとね、他に5件ほどこういうの全部置いてあるはず。山寺長山邸、うん、交番、交番、交番、観光案内所、うん、それから今度は男子マルシェね。あ、マルシェね、はいはい、うん、それとうちとね、はい、回りました。こういう形でこれもね、見ていただいて、ね、町歩きセンター来てね、はい、食べるとこないよって言ったら、これね、パッと見せるの、こちらでね、これだけいっぱいあるよって、いい、ね、うん、こういうのをちょっとね、利用してやっていきたいなと思いますんで、はい、ぜひご覧ください。そういうことで、ぜひ利用して、はい、で、来週はね、これ誰だでしょうかね、はい、宮坂さんじゃないですか。あ、私ですね、うん、ちょうどね、今ね、ちょうどね、お二人見えてるから、お見えになってますね、そうそう、はい、ちょっと出ていただいて、わかりました、はい、どうぞ。すいません、あ、宮橋さん、どうぞ。会長さんと、今日会長さんと宮橋さん、長さん、うん、ね、はい、はい、じゃあ、はい、すいません、これをちょっと持って、はい、はい、じゃあこちらの方へどうぞ、ご覧ください。はい、どうぞ。はい、明日は、明日じゃない、間違えちゃった、間違えちゃった、来週はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、来週よろしくお願いします。来週はもう一人来ていただくんですね。小日向さんが今日ちょっと都合で来れない、はい、ね、あ、今日はね、はい、当日はこの3人で務めさせていただきたいと思いますが、ね、この松代美術協会っていうのはあれ、歴史がなんか古いらしいじゃないですか。はい、大正末期から続いてる。大正末期、皆さんもまだ白河時代生まれてないですね。まだ名前は別の名前だったんですがね、はい、大変長野県ではね、一番由緒のある。ああ。で、今どんな活動をされてるんですか。ちょっとちらっとね、全部お話しいただいちゃったら来週の話なんで。はい。写生会から始まって、はいはい、それから展覧会、一番大きいですよね。展覧会はね、そこらの銀行の窓口やね。はい。
そこら中、はい、分かりました。ステージをお借りして ねやっておりますが、ご紹介いただくということで、はいはい、もう一方ね、女性の方もお見えになって、はい、それで、お三人に、ね、おいでいただいてお話しいただくということで、はい、来週のしゃべくるマスロー、どうぞお楽しみに、はい、よろしく。しゃべくるマスロー、また見てね。